隣の女は、佐野洋による小説の短編集、およびその表題作である短編小説。女性絡みの犯罪が描かれた短編が集められており、巻末では、佐野洋の長女、朝子の大親友だという石川雅子が解説を寄せている。2014年、表題作の隣の女を原作としたテレビドラマが放送された。隣に住む柳田夫人に、 最近夫の様子はおかしくないかと聞かれた佐伯何か言いたげな態度が気に入らずといただすが、自動車のセールスマンは、モテるという雑誌の記事を読んだからなんとなくだという。そのことを話すと、憤慨した夫は、いたずらしてやろうと、人工問題研究所と名乗り、調査と称して彼女が正式に結婚していないことや、普段の性生活、 浮気癖など露骨なことまで聞き出しうさばらしした。それから4、5日後、再び、柳田夫人が、今度は、仙田谷で、夫が着物を着た美人と、ホテルに入っていくのを見たと伝えてくる。しかし、それが2時頃だったと聞いた佐伯は、それなら彼は、自分と食事をしていたというアリバイがあったため、余裕で交わすことができた。帰って、夫に話すと、噂なんてそんなものさと笑う。 しかし逆にその笑いを不審に思った佐伯は、夫が柳田夫人と示し合わせたのかもしれないという疑いを抱く。そしてまた4、5日後、柳田夫人から、かの泣くような声で、あなたの夫と千田谷のホテル M にいるが、彼が心臓が痛いと言って倒れたという電話がかかってくる。浮気の事実より、まず夫の容態を心配した私はホテルに駆けつけるが、 ホテルに二人の姿はなく、ホテルの従業員も、そんな事実はないと話す。いたずらをされたのだと憤慨した佐伯は帰ってきた、夫と共に、柳田夫人に抗議しようと隣へ行くが、そこは人だかりができており、住宅分譲会社の社員が話しかけてきた。柳田夫人は、頭金だけしか納めておらず、今日最後通帳に来たら、家は、もぬけの殻だったのだという。 そこで、夫婦は、あの会電話が家を開けさせるためのもので、柳田夫人の狙いが、タンス貯金だったことを知る。表題作、隣の女を原作とし、オリジナル要素を加えた、テレビドラマが、月曜ゴールデン特別企画シーンに響くサスペンスとして2014年5月19日に放送された。プロデューサーの石井福子が、もともと信仰が深かった。 さのような一周期のタイミングで作品を捧げることができないかと企画。自身の友人のエピソードを脚本の国土三男に膨らませてもらい、演出の清弘誠がそれに女性の心情の世界観を加えて制作された。石井はサスペンスドラマ初挑戦となるが、今回も人が殺されるドラマは作らないという心情は貫き、 血は流れないが、夫の浮気という不安や疑念に苛まれて、翻弄されていく主婦の姿を描いた、人が死ぬより怖い心理サスペンスドラマとなっている。台本については、毎回のようにカンカンガクガクとやりあって五行まで作ったため、石井は作家に、鬼だと言われたと記者会見で明かした。メインで出演するのは四人のみである。そして通常の二時間ドラマとは異なり。 スタジオ外でのロケ撮影が最小限に抑えられ、大部分のシーンがスタジオでのセットで撮影され、舞台となる家2軒の外観と目の前の道路、公園までもが屋内スタジオ撮影としてセットが作られた。主演のイチロー・は8年ぶりのテレビドラマ出演となる。もうすぐ結婚15年目を迎える田向ゆき、田迎健造夫婦の隣に、立原幸という女が一人で引っ越してくる。 挨拶にやってきた時から、腰痛や、アレキサンダーテクニックの話で盛り上がるなど馬があったため、ユキは、サチに弁当を差し入れたり自宅に招いたりして二人は、交流を深めていく。しかし、サチを自宅に招いて、食事をしていた時、帰ってきた建造から、ブルガリの香水の匂いがすると言われたユキは、以前夫が、テレビ出演していた時につけていた赤いネクタイに、 見覚えがなかったことを思い出し、浮気を疑う。健造に問いただすも、絶対にしていない。と怒りながら言い切られ、雪はそれ以上追求することができなかった。しかし後日、幸から健造が、渋谷で女と手を組んで歩いていたという話を聞いた。雪はさらに浮気の疑惑を深め、講演会のために泊まりで、箱根に行く健造の美行を、幸に頼む。 ホテルで女と一緒だという報告を幸から聞いたキは、いても立ってもいられず、家を飛び出す。しかしホテルで確認するも、夫や女の姿はなく、キは仕方なく帰宅する。すると、自宅の鍵が開いており、お金や名画など、価値のあるものはすべてなくなっていた。近所の主婦によると、幸が引っ越しの手伝いと称してすべて運び去っていったと、言う。以前、 ガスを止め忘れたサチの代わりに合鍵を使ったことから、防犯についての話題になったとき、ユキは自宅の鍵の場所や金庫の仕掛けについて話してしまっていたのだ。帰ってきた建造が激光していたとき、後藤田祐太郎と名乗る刑事がやってくる。ありがとうございます。